皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はクライスタのファミ通紹介をしていきたいと思います。前回の続きですね。では今回は心安らぐ、レイの部屋でできることを紹介します。まず試練に挑んで天国へ行けます。自分が殺した未来をよみがえりさせるために天国の管理者であるメフィスとフェレスと契約して代行者となります。契約の代価としていくつものイデア、理念を集めたり、勇者や勇気といった異形を倒したりすることもあります。悪魔たちから与えられたこれらのミッションには実質で試練を選ぶことでチャレンジできます。こうやってストーリーを進めていくというわけですね。続きましては、思想を生み出す思想理念、思想整理、断末魔浄化によって入手した断末魔の思念から思想を生み出せます。思想の調合や変容といったカスタマイズが行えます。調合を行うと必要なスピリット、お金のようなものや、素材を消費して、思想のステータスを強化できます。能力を上げることはもちろん、お気に入りの思想を強化する楽しみもあります。続きまして、通話で仲間たちと交流できます。天国での戦いの準備が行える現世にある例の部屋では、スマートフォンエクスペリア XZ2 を使って仲間の恋や戦たちと通話ができます。まあ仲間とのコミュニケーションが取れる姿が楽しめ、通話シーンでは恋や戦の私服姿が見られることもあります。続きましては3、4、データの記録で物語を振り返ります。なんか死者回想録の他に日記を観覧できます。ストーリーを進めてイベントを見るたびに自動で更新されて観覧すると、これまでにどんな出来事があったのかを振り返ることができます。続きまして BGM を堪能できる音楽鑑賞があります。今までに収録された音楽を聴けるらしいですね。まあヘッドホンをしながらいろんな曲を聴けるとのことですね。まあとりあえず、まあ、音楽を聴くほど心安らぐものはありませんからね。続きまして例の愛犬セレマとの触れ合いがあります。例の部屋には飼い犬のセレマが暮らしています。セレマはロシアのシベリア を原産地とするサモエドで例と同じ15歳の老犬です。セレマの項目を選ぶと、部屋でくつろぐセレマを撫でて可愛がるなど、交流が楽しめます。まあ、愛犬との付き合いも結構楽しかったりするんですよね。まあ、私にもミニチュアダックスを妹のように可愛がってますからね。まあ、実家にいるので今は会ってませんけどね。まあ、今元気にしてるかなと思いますね。まあ、それは置いといて、豪華な店舗特典があるそうです。霊と未来の姉妹が描かれた書き下ろしイラストがあるそうです。そうですね。ウラル。そうですね。特典は数に限りがあるので、欲しい特典を見つけたら、今すぐ予約をすることをお勧めするそうです。まあ、そうですね。とりあえずこういろいろと面白そうなゲームになっていますね。まあ RPG 要素ではやはりカスタマイズとか装備とかの強化とかはもう必要不可欠ですからね。なんか他の仲間たちがどのような能力を持ってるかっていうのにも興味ありますね。まあそれはそうと今回はこの辺でクライスタのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。